明日の成人の日を前に県内12の市長で、今日成人式などが行われ、出席者は大人としての自覚を新たにしました。松山市では市内29の会場で成人式が行われ、このうち宮前地区の式典にはスーツや張り着に身を包んだ111人が出席しました。式では野市市長がお祝いの言葉を送った後、 出席者を代表し沢村啓太さんが二十歳の言葉を述べ大人としての自覚を新たにしましたこれからの私の人生は今までそしてこれから出会う人に感謝をし大切にしていくと決めました私たちは何事も諦めなければ夢は叶うことを信じてそれぞれの夢に向かって挑戦し続けます 出席者は記念写真を撮った後、友人との久々の再会や恩師との会話に花を咲かせていました県内では今年度1 2534人が満20歳を迎えるということです